かしこまった。はい、ご視聴していただきありがとうございます。信長の野望大使、ウィズパーキット。天下不武シナリオの、これは、里見家編ですね。の22話ですね。ちょっとね、21話とね、22話ね、間はね、1日半ぐらいね、空いちゃってるので、ちょっと今、どういう状況かね、忘れております。はい。とりあえず、母兵はしないといけないっていうのは、なんとなく記憶の中にありました。母兵ね。かしこまった。まあ、このぐらいかな。ここが、ここら辺です。8000ぐらいでしょ ?8000。1万。1万6000。うん、3万ぐらいなんかね、足軽がいたはずなんですよ。なので、ああ、ここだ。ここで、ここを、かしこまった。これにすれば多分もう、あとはもう足軽いないかなと思います。うん。多分ね、3万ぐらいこれで溜まった、解除できたんでね。歩兵速度アップが、ないんだよ、この武将はね。はい。タイムシューぐらい上げとこうか。我が覚悟、お見せしよう。で、ああ、それぐらいしか撃てなかったね。はい。では、そんな感じで、ノブとの戦争は5ヶ月。ちょうどよかったね。タミチ上げといて、上げてね。じゃあ、進めていきます。天も人も、俺に背くことは許さぬ。我が野望、何人たりとも止められぬ。勝てるんじゃないのかな、多分。この勝ちが、明日を切り開く。強行38日、いいですね。勝ち戦だ！勝ちどきを上げよう！かたじけない。うん。交渉がついてるの、交渉しよう。で、ここが取ったんだね。参ります。ここら辺行こうか。後に続け。まあ詰めてきてギリギリぐらいかな、多分兵数的にね。負けてやるわけにはいかぬ。行くぞ。ここも取ったんで、そしたらここかな、じゃあ行くのはね。ここ行け、岸和田行けば。後に続け。あとはもう。で、全然って感じになるはずなので、この二つは抑えちゃえば。みんな、勝ち時を上げよう。片付けない。あれ、ここはどこの家だ？あ、ここにも織田家がいたってことなんですね。わかりました。じゃあ、行くぞ。影勝さんは、時間かかるけど、こっちの方ちょっと攻めとこうか。後に続け。板倉さんにお願いします。解放89、お願いします。勝ち戦だ！勝ち時を上げよう！行きます。ただ、じゃあ、この、後に続け！手取りね。行きましょう。そしたら、この、鳥羽も行きたいね。鳥羽行こう。2万持ってけばいいね。1万5000のプレイ出てくるんですよ。我に続け。違うね。もうちょい持ってった方がいいね。鳥羽には。戻します。2万5000持っとこう。多めにね、持ってきます。我に続け。
じゃあ進めていきます。報告いたします。ご命令を。1万4000なんかそんなところに来てるよ。あ、ここに来てくれるか。来てくれるならいいや。では兵糧でも勝とうか。取引を行いましょう。あ、半分。かしこまりました。お金が足りない。多分あれですね。どっかこの辺落としてるね。足軽が入って。かしこまっ。どこだろう。3箇所ぐらい落としたんだよね。足軽が入れられすぎてて、金銭収益がやばいですね。このぐらいかな。まあ、ちょっとよくわかんないですけどね。どこ落としたのかね、忘れちゃいました。はい、では進めていきます。包囲で、これ交渉してみようか。進めていきます。この城、もらい受ける。すまねえな。そしたら、手を打ちましょう。もうこちらは持ってこようか。2ヶ月ならかかりますけど、まあ2ヶ月かけて持ってるだけの価値はあるでしょう。あとこの辺からもちょっと出そうか。24,000。進め。いいぐらいの数じゃないですかね。参るぞ。じゃあこの辺に持ってこうか。進め。じゃあこんな感じで出てきておいた。みんなよくやってくれたな。これは結構早いんじゃないのかな。あ、でもあれか。結構、戻っちゃうか、兵が。岸和田は、包囲で、交渉行きます。福山さん、お願いします。解放してください。はい、ありがとうございます。ここだ、大丈夫か、けどさ。4900? あ、大丈夫だね。はい、福島正則さんのお城はどうだったんだ。わからない。わからない、わからない。ここか。したら、参ります。ここでいいね。こうやってここ行こうか。進みます。でな、こっから出てる部隊は、こちらの方に向かわせておこうか。進めていきます。強行24日で入れておきます。攻め口は一つ。強行93日、あれ飛ばですね、ここね。ん？取られちゃった悔しいな。参ります。悔しいな。出陣します。当たると思ったのに。入りやがった中に。悔しい。全部解放お願いします。負けてやるわけにはいかぬ。そしたらいいや。ここで。進みます。あ、うん。待ってよ、こっち。行きます。進みます。どうなんだろうね。行くぞ。あ、こっちからだったら3日で行ける。じゃあ3日で行こう。進むぞ。で、これは、行きます。ここでいいや、そのままで。進みます。じゃあ、進めて、じゃあこれは、行くぞ。
ここで進め、進めていきます。モグラで行こうか。強行で行こうか。まあ、ホイール127から落とせるんですけどね。ここは、ホイール交渉で行きます。ホイール交渉でいいですね。本当は3日待ってからね、交渉の方が良かったんですけどね。2人目は死んだみたいですね。報告いたします。先月の終始です。ご命令を。これもしかしたらこれでクリアできるのかな。勢力、ああ、まだできないね。まあ、次の次ぐらいかな。今22、23、25万ぐらいでね、でね、買い、あれかな。クリアかなっていうような感じですね。と、戦争7ヶ月。まあ、大丈夫でしょう。取引を行いましょう。半分。お店の通りに。金銭収益との戦いですね。なんかまだいっぱいなんかあるような気がするんだけど、どっかやってないようなところあるような気がするんだけど、こっか。うわぁ、もうなんか、ちょっと、お城ボロボロすぎますよ。まあ、進めていきます。仏罰敵面。仏の怒りを恐れなさい。交渉します。ああ、そうだ、前回どういう内容か思い出しましたよ。上杉さんに、ね、上杉謙信に、ポエムをかけられて、ね、あれだったんですよ。で、上杉さんのやつを結構滅ぼしたんですね。そしたら最後のお城に、影勝さんがいて、なんか、普通になんかね、あれなんですよね。普通にお城を落としたお城に、普通になんか仲間になってくれるとかって、なんか強い武将がいたなと思って、ひゅってみて、よく確認したらね、前回ね、影勝さんだったんですよね。一門のね、影勝さんが、仲間に入ってくれました、っていうようなね、回だったんですね。1500ぐらい、こっち行こうか、じゃあ、1500の。行きます。後に続け。こんな感じかな。で、小田さんはこれで滅びるのかな。大丈夫だね。モグラ入れとこう。ああ、ガモスさん仲間入ってほしいけど、しょうがない。普通に、解放で。ああ、ダメだった。あ、聖大将軍になったこと、30ポイント溜まったんですね。心差し、仲間。報告いたします。先月の終始です。これより表情を始める。策がございます。対名と、まあ、論議ぐらい取っとこうか。これにて表情を終える。欲しいのはないね。ゲッチ。
ああ、ここ、まずいじゃないですか。はっ。あとは大丈夫そうだよね。この辺も大丈夫だね。はい。では進めていきます。75日強行できます。はい、75日で交渉ついてるの交渉します。うん。もう、小田は全部取り囲んじゃったね。うん。全部カードお願いします。はい、ありがとうございます。もらい受ける。うん。鈴木麻財も無理ですよね。戦争できませんね。鈴木麻財もね。うん。坊主に怒られちゃうんで。で、できるとしたら、この、ここね。で、こうか。どうせ暇だし。インブレを出せ。戦の支度をせよ。手を貸しましょう。うん、まあ当初の予定通りね。最後はまあ浮田直家だろうなと思ってましたんでね。じゃ進めていきます。報告いたします。先月の終始です。ご命令を。あ、兵糧は買っても大丈夫ね。取引を行いましょう。ありがとうございました。一万も足元入れとかないでほしいですね。かしこまった。負けてやるわけにはいかぬ。かたじけない。じゃあそのままついでにもうどんどんこっちの方にね攻め込み進むぞ。敵が我が領内に向かっております。24,000で来る。慌てる必要もないですね。ないもの。かたじけない。行こう。うん、ここで当たれば勝てるんじゃないのかな。出陣するぞ。で、日程も同じぐらいです、多分。行こう。3日前に着くんじゃ、ちょうどいいちょうどいいちょうどいい。じゃあ進めていきます。この城もらい受ける。行くぞ。よし、取り返しましたね。うん、出陣する。ここで3回ぐらい当たれば多分倒せるでしょ。楽な戦であったな。かたじけない。そんな楽じゃなかったけどね。ノブ結構強いですからね。15,000。ちょっとここ狙っておいてみようか。皆の者続け。ここ、ああ、良さそうだね。こう43日。
報告いたします。先月の収支です。ご命令を。悪くなさそうな感じですね。ここだと戦場があるに、ここで待っていて、我に続け。ここだったら戦場的に1万9000対2万1000でしょ。いい感じに戦えるんで、で洲本に来られたら来られたでね、なんとかなるんじゃないのかなと思います。では歩兵の王をねして、22はね、終了していきたいなと思います。かなりね、もうほとんど、城ボロボロにされちゃってますね、もうね。農兵が入るところが少ないですよね。まあ、それがあるんで、一個一機のね、坊主、嫌いなんですよね。じゃあこんなもんで。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。